終わりの日に神様が私たちに働いてくださってどんなことが起こるのかということがここで予言されています。ここには父の心を子に向けさせ、子、えー、の心をその父に向けさせると書かれていますね。

なのであのまだどうなるかは分かりませんがでも、えー、彼らが私の方を向いてくれている、えー、私の方に目を,そそ目を向けてくれているっていうのはとても私にとって大切なことです。So, future, on, on そして私も彼らに子供に子 ちゃんととととと目を向けているっていいるうこことはとても重要なことだと言えます to,、uh, to, um, ただこの聖書の箇所ってちょっといろいろ解釈ができるそういうちょ割とそういう意味では面白い聖書の箇所だとも言われています。However, つまり私たち親子がお互いちゃんと心を向け合うっていう具合にも読むこともできます。We can read this verse that both parents and children are、um, focused on each other. でももう一つ読むことができるのはそれはお互い親子が同じ方に心を向けるっていう具合にも読むことができる。But at the same time in other つまり親子がお父さんと息子や娘たちが神様の方に心を向けている <So it S 2> そういう具合にも読むことができる聖書の箇所だそうです。 Ction, God 私の願いは私たち父親と呼ばれるお父さんたちがちゃんといつも神様の方に心を向けているということですね。よく子供って親の真似をするって言われますよね。私はあの親子を 察するのが結構好きでいろんな親子をこれまで観察してきました。私は彼女ととても楽しみにしていて、一つよく似ているものを皆さんこれから観察してみると面白いと思います。それはね食べ方が似ているんです。 面白いですね it is, it is 大体どっちかの親に大体食べ方が似てしまうんです。To, uh, お箸の持ち方とか like,、um, それから食べるスピードとか食べる量も含めて。 それから好き嫌いもね kind of、like、そういったものを似てしまうんですよね、so like、まあもちろんそうやって似ることは悪いことではないけれども things, でも私は親がちゃんとお父さんがちゃんと神様に心を向けているというのを子どもたちが見てそれを真似してもらえるような そんな神様が今私たちに語ってくださっているのではないかとそんなふうに受け止めています。On God. なので so, 私たちは神様に心を向けようではありませんか。お父さんたち何に心を向けるのかって一番心を向けるのはさっき。

1>, 1章からそれから2章の3章のエペソの教会の見つかりに対して送った手紙についてそれは皆さんに録画をでですねメッセージをお届けいたしましたで今日はその手紙の一番最後に登場するラオディシアの教会 ラオデキアの教会に対する手紙を皆さんとご一緒に読みたいと思います。で、その聖書の歌詞は、黙示録の3章の14節から22節です。では、読みます。 またラオデキアにある教会の水川に書き遅れ、アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。 あなたは自分は富んでいる豊かになった足りないものは何もないと言っているが実は惨みめみで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない私はあなたに忠告する豊かなものとなるために火で精錬された金を私から飼いあなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を飼い目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい私は愛する者を皆叱ったり 懲らしめたりするだから熱心になって悔い改めなさい。見よ私は戸の外に立って叩いている誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする。勝利を得るものを私と共に私の座に就かせるそれは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。 耳のあるものは、御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。あメン,ンラオデキアに対しては、実はパオロも教会のその殺された人の手紙にてた手紙の中で、彼自身がラオデキアの教会に対して手紙を書いたということを言っています。So in でですので私たちはこのラオデキアの教会が、えー、かなりよく知られた教会であったということを知ることができます。Well、そして私たちがこのラオデキアの教会に対して書かれた手紙を読むときにラオデキアの教会には迫害がなかったということを を見ることができるわけです。Chapter, a, no、また、あ、は教会の中に何か問題があったようでもないですし、偶像礼拝もしていなかったし、そして豊かでいろんな行い、つまりいろんなイベントなどが行われていた教会だったということです。So そういう教会、皆さん、そういう教会を聞くと、なんか理想的な教会に思えませんか、so、kind of 皆さん、自分たちの教会もそうであったらいいなと思いません、so like、何の問題もない教会って実際には存在しないんですけど。 だけれどもでもそのように見せることはできるんですねですから私たちの教会もまあ他の人たちから見たら何の問題もないって素晴らしい教会ですねいい教会ですねってそんなふうに言われることがあるでしょう sometimes because we can Um, pretend that we are, like, perfect, ですけどもそういう教会に対して、イエス様が手紙を書いておられるわけです。However, to this church, Jesus wrote a letter. この方はどういう方なのかということがこの手紙の冒頭に紹介されています。 アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる」と書かれています。Says, the Amen, the witness, この「アーメンという言葉、皆さんもよく使っています。教会に来ると「アーメンってね、聞きます。日本は一般的にね、よく私が子どもの頃は、 友達からアーメン、そうめん冷やそうめんとかで冗談言われてましたけど <then> これ訳, <I> 訳すの難しいアーメンとラーメンとかね、なんかそうめんとか麺がつくのが全部似てるからそうやって冗談を言われる対象になりがち repeat. Repeat as kidding. でも、アーメンの意味は皆さんご存知の通り、それはそのようになりますようにとか、本当にそうですという意味を持っています。Like we can, we so. アーメンなる神ということは、本当にその方が言われることは、必ずなるということを意味しているわけです。The, this verse, uh, means that それと同時にこのお方が創造の源であったということも書かれています。Says, this, this そしてそのことに関してはパウロは殺されイ人の手紙の中でこのように言っています。 この座人衛の手紙の15節から17節ミコは見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。The c l o s i Chapter says, The sun is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. なぜなら天と地にあるすべてのものは見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、 ミコにあって、イエスキリストにあって、作られた方です。万物はミコによって作られ、ミコのために作られました。つまり、私たちは、 イエス・キリストによって作られ、そしてイエス・キリストのために作られたんです。私たちの存在の理由がここにあります。私たち神様を信じるものは、このまさに。 私たちは神によって作られ神のために存在するということを忘れてはならないんです私たちが何をするにおいてもまさにここに動機があるわけです私たちがまさに語る言葉もそうですし 私たちのするすべての営みがまさにこのためだということがはっきりとこの聖書の歌詞を通して私たちに示されているわけです。So、そのイエス様が 何とエピソーの教会におっしゃってるのかってこれは私たちにとっても興味のあることだし私たちにもこのようにまさにイエス様が語っておられるとこの朝は受け止めていきたいと思います。何、so, in uh, とおっしゃってるのかあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないとおっしゃってます。So, actually, Jesus says, 皆さんに対してイエス様が今日、今朝ね、ここに立って、あなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないって言われたら、皆さん、どんな気持ちでその言葉を聞くでしょうか皆さんは生ぬるい。

たべびよどんのだまったでしょう <laughs> 全くまったく聖書とは関係ない情報です。全然関係なないいととこころにに話がががく可能性が十分あるのののでどっかでどか止めててもらわその方がそ方教会に対して でもちゃんとあなたたちの行いは知ってるよともおっしゃってるんです。さっき言いましたよね何の、何の問題もなさそうに見える教会なんだけれども、でもさらにイエス様、次のようにもおっしゃってる。So the church of, uh, でもこのように、あなたは自分は飛んでいる 豊かになった足りないものは何もないと言っているが実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない教会は裸の王様になる可能性があるそういう 場所ででもあるんです、ね、So, I need to say that church is the place that it can be the、uh, naked king.、ま、私たち自分がどのようなものであるのかは実は自分ではちゃんと分かっていないという一つの大きな私たちの弱さがここに現れています。So, this verse shows our weakness that actually we cannot understand ourselves 100%. 弱いの音書の中で、<In> John, イエス様はこのようにおっしゃっています。九章の39節です。9, 30, 9 says, 私は裁きのためにこのように来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためですと、そのようにおっしゃっている。ジーザーは、そのようにおっしゃっている。ジーザーは、そのようにおっしゃ t ている。ジーザーは、そのようにおっしゃっている。ジーザーは、そ e ようにおっしゃっている。ジーザーは、そのようにおっし そしてそのすぐあとの41説にしかし今私たちは見えると言っているのですからあなた方の罪は残りますとそのように平様がおっしゃっている。And right after the verse, Jesus says if you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you, you can see your guilt remains. 私たちにとって気にしなければならない目はただ一つだけです。For us, uh,

誰かがどのように、つまり人がどのように見ているかは実はあまり正確な見方ではないということなんです。Matter. つまり、アーんンと 言われるお方、アーメンであるお方が、真実のお方だけが私たちの真の姿をちゃんとご存知であるということなんです。ラオデ家の教会に対しておっしゃいました、あなたは冷たくもなく熱くもないって。So, Jesus says to、uh, the church of Laodicea, You are lukewarm, neither hot nor cold.

He cannot stand about the 皆さん、もう一度繰り返しますよ。なので、会は人目にはよく映っていたし、たくさんのプログラムもあったしいろんなことが教会の中で行われた良い教会だと思われていたんです、so really no, no、これ私たち個人の神様との歩みにも当てはめて考えることができますよねは 人目目ににににはととててもも真面目に神様と共に歩んでいいいるるように見られているかもしれかしなこの生ぬるいっていう言葉は 中途半端っていう意味ももちろんあるけれどもそれ以上にここで示されているのは自分の姿に気づいていない状態だということなんです。つまり無自覚だし無意識だということなんです。So it means you cannot, you パウロはその手紙の中でこのように言っていますローマ人の手紙の7章24節私は本当に惨めな人間ですって言って says in Romans, What a r t c h man I am、Paul、says. 彼はとっても 多分に立派な人だと信仰者だとそのように思われていたと思います。でも彼は神様の目から見たときに私は神様なしでは何にもすることもできないし。 まさに生きていくことすらもできないそんな惨めな人間だということを自覚していたんです。ですから私たちはもうこれぐらいでいいとかもう十分とかこんなもんだよねと思うことに対して。 自覚をすることを今日神様は私たちに示してくださっています。なぜならば私たちが目指すべきは「イエス様だからです」。 エブルビトの手紙の十二章の二節に書かれています The Hebrew chapter、um, 12 says, イエスから目を離さないでいなさい says, Jesus, and,、uh, er、つまり冒頭でも言いましたよね私たちの心を神様に向けることが必要だということですラ、メオ、ハナサ At first we need to focus our heart on Jesus. So Jesus says in the, uh, in chapter, uh, in Revelation, the buy for me. The reason why he says buy for me is because he uh, he knows that every salvation is in him. いろんなセミナーに行くことが解決になるわけではありません。Not the salvation. たくさんの進学書を読んだり、進行書を読んだりすることが解決ではないです。Really、help, actually. でももちろん読んだり、ね、買うことはぜひやっていただきたいと思いますよ。 でも However, 解決は、解決は神様のみにしかないんです。だから、さらに続けてこのように書かれている。熱心になって、悔い改めなさいって。そうです。そして、ジーザーは、「be earnest and repent.」。

そういう時に私たちは神様話が違うよとかって言わないようにしないといけない。So、moment, そうではなくて神様ありがとうございますって今あなたに悔い改めに立ち返る時なんですねってそのように神様に心を向けていこうではありませんか。So It そしてヘブルビッの手紙の12章の中にはこのように書かれていますね。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。 That's what Hebrew chapter 12 says. It says, My son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves and he chastens um, everyone he accepts as his son.

あなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか、so、he continues. さらに、すべての訓練はその時は喜ばしいものではなくかえって苦しく思われるものですが、後になると、これによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。 And he continues, no discipline seems pleasant at the time but pain but painful. Later on, however, it produces the harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So in this verses we can uh, find the word everything, all oh. 例えば「すべての子に」って書かれています。Says, つまり神様の子供は例外ありません。So everyone, every children, no、また「す、え、べ、ー、ての訓練は」って書かれてますね。Or, training, つまり「すべての訓練は同じような特徴を持っているということです。 どんな神様からの訓練も苦しくない楽勝な訓練はありません。そしてその時は嫌だと思うのが訓練なんです。ぜひ、so like like、やりますとかっていうのは。 実は訓練とは言えない。神様がその訓練を通して私たちに身を結ばせてくださるわけです。でも、どのようにして私たちにこのような悔い改めを。 促してくださるのかそれが今日の3番目のポイントです。それはここに書かれて、いるようにも、見よ私は友の外に立って、叩いているって、イエス様が友の外に立って、叩いてくださっている。Jesus says, Here I am, I stand at the door and knock. って書かれてますよねつまり、イエス様がどこにおられるのかをはっきりとイエス様ご自身が私たちに示してくださっているわけです。でも皆さん気づいいるでしょうとの外に立って叩いていると。ホルマン・ハントという人が書いた「世の光」というタイトルの絵があるんですね。 Uh, その絵は、イエス様が、トノ、ソトニ、タッテ、タタイテイル、絵が描かれています。So、A author、uh, painted one picture that the picture is Jesus is knocking the door outside of the door. ただ、そのドアの扉には、ノブがついていないんです。But, uh, 開けるための取っ手がついてないということですね。つまりこれはどういう状態を表しているのかというと教会の塔の外にイエス様が立っておられてだけれども中にはイエス様がおられないという教会の状態です。So

もしイズコールの外にイエス様が今日立っておられたら、so、そうすると today, こ,ここにはイエス様がおられないいうことになりますよね。そういうラオデキアの教会の状態だったというんです。So でもそれだけではなくてイエス様は「塔を叩いてくださる」つまり「塔を叩き続けてくださってる」「私はここにいるよ」ってそのようにおっしゃるだけではなくて「塔を叩き続けてくださってる」「そしてさらに私の声を聞いて開けるなら」って書かれてます。 And also, he says, if you listen, hear my voice, and if you open the door. So it means if we don't know what kind of voice he has, we if we don't know the voice of Jesus, we cannot open the door. 神様の声、イエス様の声を私たちがちゃんと知るために必要なのは、それは聖書を神様の御言葉を読むということによって私たちはそれを知ることができるんです。そ d s その声を聞いて私たちが開けるならと書いてあります。 そうするならばイエス様は私はその人のところに入ってって書かれています。神様と私たちの関係がここに一つの特徴が表されている出来事のようなことがそのことが書かれている場所の一つですね。神様は

開けるのを待っす However, つまりこれが悔い改めを私たちが具体的にまさに実践していくという行為です。そうするならば、イエス様は私たちのところに来てくださって、入ってくださると、そのようにこの。

この食事をするという言葉自体はゆっくりと楽しみながら食事をする落ち着いて時間をかけて一緒に食事をするという意味の言葉が実は使われているそうです and it says that the word eat、uh, here means that they have dinner or、like、lunch together with really slowly and enjoying their time つまり親しい交わりがここに私たちのために用意されているということです。神様との関係を通して私たちは私たち自身の姿を見そしてさらには私たちは神様がどんなお方でどんなことを願っておられるのかを知ることができるわけです。 ダビデはこの神様との交わりを知っていたんですね。So、David は神様との交わりを知っていたんですね。だから彼は支援の23ペの語節でこのように言っています。 私の敵をよそにあなたは私の前に食卓を整え頭に香油を注いでくださいます私の杯は溢れています says, says, 神様は私たちに神様の方に向くようにつまり悔い改めるようにと呼びかけてくださるんです。 そしてそれに応えて私たちが神様の方に心を向けると神様が入ってこられて神様との交わりを私たちは回復することができるということです。 神様との交わりはまるで一緒にゆっくりと楽しくおいしい食事おいしいって書いてないけどねおいしい食事をするようなものなんです。ラ、so like like, ビデが言っているように私たちが何か食べ物を用意するというよりも神様が食べ物を全部用意してくださる。 So、as David says, we どんな私たちが状況の中に置かれることになっても例えばダビデの場合は敵の私の敵をよそにっ書いてありますよね、so no、are, example, says, そういう時でも神様が私たちのために このような交わりの場をちゃんと用意してくださっている。So、enemies, ここに私たちがまさに生ぬるく生きない神様の口から吐き出されない生き方のまさにポイント方向性がちゃんと示されている。 We do not uh, live like live as lukewarm, or we don't have to be spit by uh, from his mouth. Today, I believe that Jesus is calling you, and Jesus is knocking the door. How do How do we, we respond to it? 神様の前に私たち心を開いて、神様の方にちゃんと向きを変えて、この神様との関係に私たちはしっかりと生きるものとなろうではありませんか Why don't we open our hearts to God and change the direction to Him and enjoy the relationship with God? 祈りましょう。皆さんで祈りたいと思います。Like、しばらく静まって。So 私たち一人一人の神様との歩みを振り返ってまた私たちの教会このヒ付コロチャーチの歩みを振り返りながら今まさに神様が私たちの塔を叩いて私たちにちゃんと神様の思うようにとそのように導きを与えてくださっていることを私たちは本当に感謝して受け止めようではありませんか。 so why don't we receive that he's uh, trying, uh, trying to let us change direction and receive jesus in our heart します。神様今日もあなたが御言葉を通して私たちに。問いかけてくださっていることを感謝します。神様。あなたの呼びかけにあなたが戸を叩いてくださっている。そのことに気づく者になす。私たちをしてください。 Jesus, please help us to realize that, realize your voice or the sound of knocking the door. And God, please lead us to response the sound of knocking and change our direction to you, God. 私たちがあなたによって想像されあなたのものとして生かされていることを私たちが忘れることのないように導いてください。God, please lead us so that we do not forget that we are created by you and we are here for you. 神様、あなたに私たちは心を向けます。God, we fix our heart on you. あなたに立ちーります God, 感謝して、イエスキリストの皆によって祈なります。アーメン。<Amen. S 3> 長井先生、ありがとうございました。はい、あのそれぞれぞの